承認のの儀を取り行わせていいたただきたいんですけどこのフレンドになりたいって言ってくださった人がまずいて、スイッチの名前教えてくださいって言ったら、フレンドコード教えてくださいって、こうやって噛み合ってない状態ですけど、この6日前のこれの時に気づいたのが、番号を教えてくださいって言ったね、番号を教えてくださいっていう人に、僕、スイッチの番号を教えればいいのに、画面から探してって言ってる厳しさ、書いてしまうと、まあ、大変なことになりそうなんでってことで、これちょっとハートつけといて、あげます。 で、これ3ヶ月前も見つけたんです。その時に、えっと、スイッチを名前を教えてくださいって返事したんです。ずっと気づかずに皆さんを放置してって申し訳ありませんでした。そんなら、リオですって言ったで、リオを探しに行ったらいなかったんです。まあ、埋もれてしまったんでしょう。3ヶ月も僕が空いたから。だからもう一回送ってくださいって言ったら送りましたって自分でもね、見つけて画面どっかで探して送れ。 に見つけてくださったのにごめんなさいって言っっててくれる人っていうのはこの番号ってだけの人はちょっと面白さは面白いけどそれよりもすごく僕とフレンドになってくださるんだなっていうふうに思いますこの人はね僕じゃなくてヒカキンさんとフレンドになりたいんだなと思いますそんな中でこのリオさんを今から探しに行きたいっていう久しぶりのフレンド承認の儀いましたいました今ねスーパーーパマリオワンダーしてたら このなっちゃんのフレンド承認が届いてまた思い出したんです。リオさんは何回も忘れてすいません。でもこれ、なっちゃんという人とまだなってないのに、スーパーマリオワンダーしてるとわかるんやったっけなんかこれ久しぶりにこの画面見るとなんか、面白いな。リオさんの前にちょっと見てこう。見どころか名前までピクミンっていうこの人も逆に一周回、一周も回らんか。もうそのまま面白いですね。で、ピクミンソラと。<laughs> この二人何なのこの二人のセット面白いな、ちょっと。ちょっとなんや、これちょっと覗いてみよう。なんでメトロイド 一番ピクミンから離れてるんですけど、ちょっと待って。うわ、ピクミンっていう人メトロイドやし、マインクラフトやし、ルイージマンション3やし、ストリートファイターなんやけど、めっちゃ大人やん。やばい。ピクミンなかった。これシーズン何まで行ったっけもう適当にフレンドなるわ。なるわってめっちゃ上からやな <laughs>。最近フレンドにならせていただいてなかったんで、あの、すごいフレンド少なくなってると思われるんですよ、多分。いや、ちょっとなんか労働の時間長げ。ここ B を吸さないと、 見せぷしてお願いさんがニューじゃなくなるっていう仕様だけなぜか体に染みついておりましたけども。ピクミンの空との方ね。なんやこれ大人やんピクミン関係ないやん <laughs> でもレを今一番してるよう俺にフレンドくれるな、未だに。あピクミン170時間はめっちゃくちゃ多いよ、多分。僕も170時間多分行ってないんすよ。行ってるかなこれすごい、本当にピクミンやった。 で、ニューマリオブラザーズユーデラックスも、面白いんですけど、今、ワンダー出たのに、ワンダーが意外とみんな買ってないんかなみんなって二人しか見てないけど、リングフィットハドメンチャーしてるんかい一緒にジョキッとスニッパーズ。なんかこの辺の人とフレンドになっとこうかなえっと、でもなんか、マリオワンダーを買ってないのはすごくないですかなんか、すごくないか別に。 とごめんなさい。勝手にフレンド鳴らしてもらいます。いつもさ、その、いつもっていうか、今回、リオさんとなるのに、リオさん以外の人にコメントを返してたり、さっきみたいに、リオさんとまだ鳴ってないのごめんなさい。今すぐ、リオさん鳥なんで。さて、じゃあ、リオさん行こっかな。なっちゃんも行きたいな、ちょっと。なっちゃん、今来たばっかりやで、本当に今。えー、っと。あーリオさん見れるのかなみあ、フレンドになったら見れるかもしれない。とりあえず、この人だって、でも、ちゃんと承認して、ああ。 ね、二回も送ってくれて、コメントでくれたっていう、正規ルートを到底している人なんで、絶対にならせていただきます。11月8日ですね。8日って今日やね。あ、そうや、そうや。これね、なっちゃん。おゲーム中での名前、ゲーム、あ、ちょっと待って。スーパーマリオブラザーズワンダーってさ、中にいる人にこの人とフレンドになるっていうのはなんかあるんかなっていうか、フレンド申請のきっかけにもうマリオブラザーズワンダーって書いてあるわん。 うわうわうわ、これすげえ。あのね、っていうのも、フレンドさんと最初マリオアンダーしたんですよ。そしたら今度のテーマである、仕様である、緩いつながりっていうのが緩すぎて、フレンドさんとは物足りなかったところがありました、正直。でも、フレンドじゃない人のゴーストに助けられたり助けたりすると、ハートが溜まったりして、それは緩く深くつながるんや。それこそ心理やと思ってたんですよね。そっから本当にフレンド申請来るってこれすごくない僕が助けたか助けられたかわからんけど。しかも本当にたまたまリオさんで、承認抜きを取ろうとしてたのを、をこの人のフレンド申請の通 で思い出したのもあるし、本当にね。しかも、マリオのリオやしリオオリンピックの,時のマリオね。いやそれは繋がったら、いかいずれにしても、これこそシンディア、は任天堂が用意した、今回、ゆるいつながりこそ強いつながり。ちょっとあっ <laughs> るメイドイン・ワリオと、スーパーマリオブラザーズワンダーを並行してる、つまり、ワリオとマリオ、を並行するのがすげえ、大変やって言ってたんですよ。それをね、してる人に出会えてるの、これちょっと、こっちから指していた、すみません。 スイカゲームは5時間飽きてるっていうところもまあなんか、どんなゲームかわかんないけどね、スイカゲームは。スイカゲームやったっけあ、ニューマリオブラザーズもしてる。マリオはぜーんぶ好き。ピクミンもしてる。これ絶対そりゃ、そりゃ僕にさ、来るわな。なんか、ごめん。本当にね、これ、これ今、ちょっと待って、今何時やったっけ今の時間これなんで、今来たばっかりなんて、ほんとに。なんかこう思うとさ、YouTube のコメント上には書いてないだけの人って、 本当はすげえいっぱいいるんやなと思うと、ずっと無視してたのも申し訳ないですね。なんか勝手に僕がいつからか3年ぐらい前からか、えっと、YouTube でコメントくれたら承認するみたいな流れに勝手になっちゃったんで、今日みたいにこうやって適当に、なんかのきっかけでこうやってフレンドにさせていただけたらなと。あとこれ見てもし、僕もみたいな人いたく、いてくれたらコメントくれたら絶対にさせていただきますんで、ちょっとお願いしたいと思います。誰にしようかな。誰にしようかな。ここ面白いですよね。パパ。 普通、息子から来るやろ、俺には。これちょっと面白いな、これ。中身面白いか、これ。まあ、パパやなぁ、体験版だけで、カービィはちょっと、子供、子供すぎるわ、と思ったのか。昔のマリオカート、昔マリオカートやってたけどね。もう、10時間ぐらいでいいか、とか。あと、フォートナイトってよう流行ってるけど、流行ってる場合からや。けど、ちょっと、さすがに、ちょっとやっとかな、部下の、 話についていけんくなったので8日前に遅ればせながら始めましたみたいなところが、パパなんかなぁ。YouTube 初めてプレイ。あ、わかった。これわかった。あの、息子に、わかったってなんやねん。<laughs> スイッチを買ってあげたんやけど、パパもアカウント作らしてよって言って作って、YouTube もできない、これもできない、これもできないみたいなんで、ブワーって今から始まるんかなこれ。 だから、ね、こんなすぐ飽きるかでも全部。でも、ファミスタはパパやは、ママいるかなじゃ、パパとママなろっか。ちょっとパパとママなっ、あ、ちょいちょい、間違えた。続きからあ、僕一回ダウンロードしたこと、なんて出てたダウンロード一回押したことあります、トナイトえー、っと、パパとママ、類似も横にいてないけどね。類似の横にマリオが並んでて、それがさ、ここにマリオが並んでて、 ルイージはルイージなのに、マリオはパパナヤっていうのがちょっと面白かったのは面白かったです。あとはだからピーチやね。ピーチがまま。ピーチがいるかどうかっていうところにかかってきてますけど。ピーチ人気ないなぁ、最近。ピーチが人気ないなぁ、最近。ちょっと待って。いるかな探してきます。いるやん、一番上に。ピーチのゲームだから出すんやわ、多分。ね。えっと、あ、ま <laughs> まやな古いのするもん。こういうふうに。やっぱり、なんだかんだ言って、 あれ、スーハミでしょみたいな。そういうことなのね。で、ママの子供が借りて YouTube 見ちゃってるから300時間も行ってますけれども。あとはやっぱ子供と一緒にこう80時間、80時間。綺麗やな、これ80、80、300。これマリオワンダー持ってる人と初めてフレンドになったと思います。多分あ,もあんまり人気ないんよね、ワンダーって。でも、まあまあ面白かったで、ね。まあまあ面白かったで、ね。あとラスト1ステージのところに今いますけれども、その時にピロンってさっきのワンダーやってる人から フレンドが入ってゲーム中に、それで思い出しました。このフレンド承認の儀を取らないといけないということを、フレンド承認の儀をなんとか取りましたね。あとは一回取ってたことあったんけど、どっか行っちゃったな、それは。久しぶりやな。ありがとうございます。フレンド承認の儀をさせて、何やねん、承認の儀ってっていうことですけども、させていただきました。ありがとうございました。